昨日キャンプの最終日でやってきたことをやっぱり全部出しましょうってユウヤも言ってくれたけどね。オッケー、ツーボール、アンダースタッチね、アンダースタッチ寄せこ。あ、ごめんね。はい、行こう。
慣れきってないかなと思うので、そこをもうちょっと積み上げたいですね。感想ですか？うん。達也くんが優しかったですね。やめろよ。思ったより？思ったより優しかったです。どんなイメージだ？思った3倍ぐらい優しかったです。優しいイメージじゃないの？でもね、優しそうなイメージですよね、うん、やっぱ怖い印象でしたけど、3倍ぐらい優しかったです。感想教えてください。感想、うん、そうですね、ロクさんが可愛がってくれました。あ、いっぱい温泉に一緒に行ってくれました。3人で行ってたの？3人で。ここの2人はサウナが好きで、俺も我慢してサウナ入りました。なんか無理しいみたいな言うじゃないですか。そうそう、1人だけさ、そこでしか。すごい、もう俺なんか暑くて暑くても強すぎた。ロクさん、はい、どうですか？まあ、怪我なく、ほとんどの選手が怪我なく、うん、乗り越えれたんで、まあ、それが一番良かったかな。真面目だ。思います。さすが最年長、締めてもらった。最年長だからやっぱ、ね、サウナの話したろうかなと思って。ダメです。需要がそこじゃない。みんなすぐ切ります。サウナちげえな。サウナちげえわって言って、サウナキャンプ行ってたの。残んない。あ、残んない。手振ってるから。バイバイ。バイバイ。バイバイ。お疲れ様です。